ジェルソン、または、ジェルソンダラことジャシント・ム・オンド・ダラは、アンゴラのサッカー選手、アンゴラ代表、ポジションは FW。ルアンダに生まれ、地元の CD プリメイロで、アゴストの下部組織でサッカーを始め、トップチームに昇格し選手となった。2015年7月には、ポルトガルの強豪であるエスイル・ベンフィカに、スカウトされたと報じられた。2016年に、 ジラボーラで27試合23得点を記録し、タイトルを獲得すると、チームメイトのアリ・パペルと共に、スポルティング・クルーベでポルトガルに移籍、移籍金は明らかになっていないが、彼の違約金は6000万ユーロが付けられた。2017年1月15日に、スポルティング・クルーベでポルトガル B で移籍後初出場。8日後には移籍後初得点を記録。 2017から18シーズンは4月2日の試合での4得点を含めて17試合13得点の記録を残した。5月13日の試合ではトップチームのジョルジェ・ジェズス監督に呼ばれてベンチ入り8日後の最終節で同盟を冠するジェルソン・マルティンスに代わって投入されトップチームデビューとなった。2017から18シーズンも B チームで出場し、 9月30日には、ハットトリックで4から3の勝利に貢献した。2018から19シーズンには、プリメーラリーガのリオアベフシに期限付き移籍。2019から20シーズンは、ツユペルリグのアンタルヤスポールに期限付き移籍したが、冬にリオアベへと期限付き移籍先が変更になった。2020年夏にリオアベに完全移籍。 2015年6月13日に行われたアフリカネーションズカップ2017予選グループ B の中央アフリカ共和国代表戦で代表初出場2得点を挙げた7月4日のアフリカネーションズチャンピオンシップ2016予選のスワジランド代表戦でも2得点を挙げるなど幸先の良い代表デビューとなったその後アフリカネーションズカップ2019に参加した ありがとうございます。